はい、どうも皆さん、こんにちは、シャンロンです。ということでね、今回なんですけど、今回はね、オーバータイムチャレンジの、最新情報について、ソロをやりながらね、話していこうかなと思います。最新情報系のね、動画がいいと思ったら、チャンネル登録とね、高評価をマジでお願いします。ということでね、早速やっていきましょう。はい、ということでね、早速やっていきましょう。今回もね、まぁ、ちょっとリテールローに降りて、やっていこうかなと、思います。ということでね、まあ早速ちょっと話していくんですけど、まずね、フォートナイトが、まあシーズン3になるまで、まああとちょっとじゃないですか、期間が。まあで、その中でもね、アップデートがね、あとね、2回残ってるんですよ。そう、アップデートが、バージョン、12.60 と、バージョン 12.61 がまだね、残ってるっぽくて、で、そのね、アップデートがいつなのかって話なんですけど、一応ね、リーク情報で出てるのが、1回目のアップデートが5月12日と、14日の間と。そう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 。その間に来るんじゃないかっていうのと、で、もう一つですね。もう一つのアップデート 12.61。これが、本当にもうこのシーズン、今シーズン最後の、アップデートですね。まあ、そのアップデートが、まあ、2週間後ぐらいに来ると。言われていますんで、で、オーバータイムチャレンジのね、早速話になるんですけど、まあ、今までね、オーバータイムチャレンジ、まあ、やったことある人はね、まあ、わかってるかもしれないんですけど、なんか、色違いのね、スキンがね、もらえるんですよね。毎回、オーバータイムチャレンジっていうのは。そう、だから、今回もね、色違いのスキンじゃないか、みたいな感じで言われてて、まあ、少し前ぐらいに出てた、リーク情報だと、ピーリーの色違いが出るみたいな。まあ、そういう感じだったんですけど、もう一つね、新情報が出たんですよ。はい。今までね、オーバータイムチャレンジは、まあ、スキン3個形式だったと。そう、スキン3個形式だったから、まあ、今回も、まあ、スキンが3個なんじゃないかっていう。まあ、今までのね、オーバータイムチャレンジの写真、まあ、多分今出てると思うんですけど、まあ、こんな感じでね、だいたいバトルパスのキャラクターの、まあ、バトルパスのキャラクター3種類のスタイル変更が、今まで来てたんですよ。待ってきた。待って。いった。めっちゃ削られたんだけど、ちょっと待って。オッケーオッケーオッケー。バトルパスのスキンのスタイル変更が来るみたいな感じで、今までね、バトルパスのスキンの中から3種類ね、厳選されて、その3種類のスタイル変更が来てたと。こんな感じでね、追加されてきたので、まあ、今回も、まあ、ピーリーの色違いじゃなくて、ピーリーの色違い1匹じゃなくて、3種類オーバータイムチャレンジが来るんじゃないかと。何がもらえるのかってことなんですけど、それがね、まあ、ちょっと一つ一つ紹介していくんですけど、一つ目がこれです。はい。これが、まず、待って、やばい、名前忘れた。マジで今名前忘れた。そう、スカイ、スカイ。スカイの、なんか色違いみたいなね、こういう感じですね。2枚目がね、これです。まあ、スカイの、剣の、色違いですね。で、そして、3枚目。はい。で、これがティナの色違い。そう。で、4枚目。これが、ブルータスの色違い。で、5枚目ですね。5枚目が、これなんかグライダーですね。これ、本当はバトルパスで赤色なんですけど、グライダーの色違いと。で、まあ、この写真ね、まあ、ちょっと今並んでると思うんですけど、これ見て気づきませんか？あれなんか似てねみたいな。これスタイル変更なの本当にみたいな感じで。と似てる、まあ、そのレベルで似てるやつがあるじゃないですか。でね、これね、何かっていうと、まあ、ブルータスなんかもう完璧にそうなんですけど、これって、スキンのチャレンジの報酬に似てるじゃないですか。ブルータスとかだったらなんか何レベルになったら金色になるみたいな。マイダスは何レベルで金色とか、そういうのあるじゃないですか。ピーリーだったら何レベルで金色みたいな。まあそういう感じの、この金色のシリーズ。金色になるシリーズに、まあ似てるんですよ。まあこれね、顔とかはなってないんですけど、例えばティナとかブルータスとか。まあスカイは、まあ全体とは言えないね。白と金だからね。そう。だから、でもブルータスとティナは、もう完全、あとグライダーもですね。グライダーも完全金色なんですよ。そうで、一応ね、これまだリーク情報なんですけど、これを見たときに、自分的にね、これ来るんじゃないのっていう情報を見たときに思ったのは、ワンチャン、そのレベルが達しなかった人、300とかいけなくて、スキン解放ができなかった人たちの
ために似たスキンを作ったんじゃないかっていう、まあそういうことです。まあ普通の金の方が、まあそれはかっこいいですけど、まあ一応、なんて言うんだろう、ゲットできなかった人のためにも、まあオーバータイムチャレンジで、まあチャンスを与えてあげようかなみたいな、そういう感じの運営の優しさが出て、まあこういう似たスキン、まあ金色シリーズにちょっと似てるものが出てるんじゃないかなっていう。まあ金色シリーズはね、もう完璧に金色になるんですけど、まあ、これはね、顔とか、まあ肌とかは、まだ金色になってなくて、服だけですね、完全に。リーク情報で多いのは白と金色情報が多いんで、もしこれじゃなくてももしかしたら、白と金色が使われてる可能性が高いと。これもありそうですよね。なんかバトルパス関係のスタイル変更っていうのがね、今までのオーバータイムの出し方だったんで、まあ、これはね、全然あるんじゃないかなと、自分的に思ってますね。はい。ちょっと敵いるな。でね、もう一つね、ちょっと紹介したいことがあるんですよ。とりあえずこのバナナをね、OK。で、もう一つね、紹介したいのが、オーバータイムチャレンジがね、いつ来るのかってことなんですよ。そう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 。オーバータイムチャレンジはいつ来るのかってことなんですけど、これはですね、まあ、多分、これもね、リーク情報出てるんですけど、5月の21日に、オーバータイムチャレンジが来るんじゃないかなと言われてますね。まあ、だから、バージョン、12.61 のタイミングなのかなと、自分的には、勝手に思ってますね、そこで。9人なんでね。まあ、ちょっとビクロイしてね、行きましょう。でね、今ね、これ撮ってんのがね、この動画を撮ってんのがね、パーティーロイヤルの、まあ、もうちょっと前なんですよ。パーティーロイヤルの、あの、ネオンウィングがもらえる、まあ、30分前ぐらいなんですよ、今、時間がね。だから、まあ、このままね、ネオンウィングをゲットしに行って、ネオンウィングつけてちょっとね、ソロ行こうかなって思ってるんですけど、まあ、多分もう、この動画よりも先に上がってると思いますね。はい。もう、多分速攻で上げるんでね。よかったらもうその動画もね、まだ見てない方いたらね、見てください。こいつを倒して、あ、ジャンパー持ってんじゃん。あの、山上に突りに行こう。多分あれ最後でしょ。うわ、ロケラン、え、行った、突るか。やばあれ、めっちゃやってる。多分あれで最後だよね、全員。うわ、ギリ届かん。怖っ。待って、やばい。なんかいたんだけど、横に。俺はジャンパーで上がっていくぞ。残り何人？二人？やばい。エディットする、これ。どこ行った？うわ、グラップラー強いわ。待って、逃げんな。逃げんな。あ、なにこれ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 、マジでやばい、それは。めっちゃ引っかかってたんだけど、超金色だし、なんだこれ。グラップラー。あ、ヘビスナいいね、ヘビスナ。うわ、敵来た。うわ、降りてきた。なんかわざわざ降りてきたんだけど。待って、危な。なんか建築できなかった。危な落下するとこだったんだけど、マジで。さあ、残り一人ですね。腰打ち決めたいな。うわ、マジ決めたい、これ。あ、和解を求めてきたら、俺はね、ビクロイを譲りますよ。待って。待って。やばいやばいやばい。エリットが。俺は腰打ちを決めたいんですよ。どこ？めっちゃ上いる？めっちゃ上いね？登ってきてんのか。相手もスナイパー持ちだ。あ、いた。うわー、落ちてった、めっちゃ。ね、何してんの？自滅しちゃった？え、何が起きた今？何の音今の？自滅しちゃった？あ、いた。おお、お前自滅するぞ。スキン出てるし、もう、解除されてんじゃん。え？え？今当たったくね？え？傘で、え？傘でやられた？おい、なんだよ、こいつ。
あれ、和解した？和解した。はい、ということでね、今回はね、オーバータイムチャレンジの最新情報を伝えていったんですけど、皆さんはね、このチャレンジの報酬どう思いますか？皆さん的にはね、こういうのが来てほしいとかってね、多分あると思うんで、よかったらね、コメント欄に書いてくれると嬉しいです。ということでね、よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。